Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi guys, it's Elina. 皆さんこんにちは、エリナです。今日は私のおすすめのドイツ語に関する辞書をご紹介したいと思います。語学勉強を始める上で辞書は絶対に必要なものだとは思うんですけれども、辞書には実はいろいろレベルがあるので、一番最初に難しい辞書を取ってしまうと、最初からこの辞書を引いてもよくわかんないっていうことで挫折してしまうことがあると思うんです。なので今回は私が今まで使用したり、あとはまあ学校の先生に教えていただいたりした辞書をご紹介できたらなと思います。ではまず最初に私が一番最初に買った辞書をご紹介します。私は一番最初にこちらを買いました。これはアクセス読話辞典です。私は大学1年生でドイツ語を始めた時にこちらを買いました。まあ割と73,500語と単語数も多いですし、中を見ても結構男性中性女性名詞、それから複数形の変化、あとは動詞でしたら過去形と過去分詞が載っていたり、あとはまあ後ろに若干会話やちっちゃい和読辞書も載っていたりするので、こちらはすごく便利だなと思いました。こちらです。こんな感じです。実際一番最初に買って私はこちらで全然不便だなって思わなかった気がします。ここにも書いてあるんですけど、初習者に優しい読話辞典となっています。例えば分離動詞の基礎動詞の可能性がありとか、こういう感じでねちゃんと書いてあったりして、まあこれはドイツ語を始めたばっかりの人にはすごく重要な情報なんではないかなと思います。はい、というわけでこちらまずおすすめです。これよりも簡単な辞書はあるみたいなんですけど、正直あんまり辞書を買い替えるのも、まあ辞書って高いものですし、そんなに買い替えなくてもいいと思うので、私はこちらを一番最初に買いました。私がおすすめする2番目の辞書は紙辞書ではないんですけど、まあ皆さんご存知のカシオの X ワードの電子辞書ですね。私はもうこれをずっと使っているので、もう5、6年使っているんですけれども、ちなみにドイツ語バージョンの電子辞書を買いました。大学生に入った時にドイツ語をやりたいなと思ったので、ドイツ語が入っている電子辞書に買い替えました。それまでは普通に高校生の時は英語とかが入ってるものだったんですけど、今回ドイツ語のを買って、まあ若干古いバージョンなんですけど、読話大辞典、アクセス読話辞典、こちらですね。これ入ってます。これアクセス読話辞典、アクセス和読辞典、オックスフォード読英辞典、オックスフォード英読辞典、ドゥーデン読読辞典が入っています。でアクセス和読辞典は私は買っていなかったのでこっちでやっていました。あとは便利だなと思ったのが、オックスフォードの読英英読はすごく便利です。こうドイツに留学に行くと、なんか英語に似ているから、むしろドイツ語を日本語に直すんじゃなくて、ドイツ語を聞いて英語でその意味を覚えると、ああこういうことかってなんかすんなり入ってくることがあるので、まあ英語がある程度もう自信があるっていう方はオックスフォード読英とか英読で調べると結構ドイツ語が比較的早く入ってくるのではないかなと思います。で3つ目に私がおすすめする辞書はこちらです。ちょっと今実物がないんですけれども、このデイリーコンサイス読話辞典ですかね、読話和読辞典。こちらは私が知っている中で一番小さくてコンパクトな辞典で、ドイツに留学される方はこちら読話和読を持っていくといいんじゃないかなと思います。電子辞書ももちろんいいんですけれども、学校によっては紙辞書しかダメっていうところもあって、私の場合は、大学のテストで社会学のテストで、先生に
なんか確認をしたところ、紙辞書だったら母国語の辞書とドイツ語の辞書持ってっていいよっていうことだったので、私はこれを持って入りました。これはおすすめです。私がおすすめする辞書の4つ目はこちらです。アプリなんですけれども、こちらね、ドイツ人で日本語の勉強している人も結構ダウンロードしているものなんですけれども、ここに書いてあるこの赤と白の意味はっていう辞書です。これです。こちらは例えば、ラウフェンとか調べてみますと、ラウフェンとか調べてみるといろいろ意味が出てきて、なんかじゃあ走るっていう意味で調べるとこういう感じで、英語とかドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、その辺が出てくるのですごく便利な辞書です。で、確かもちろん無料でオフラインでも検索できると思うので、こちらはダウンロードすると便利な辞書なのではないかなと思います。では私が最後におすすめするドイツ語の辞典はこちらです。これはランゲンシャイトの Kurswörterbuch Deutsch als Fremdsprache っていう、デーズハー試験を受けたい人はもうこれがないと無理です正直私が通っていた語学学校ではウェーツバイからこの独読辞典っていうのを授業中にも持っていかなきゃダメでしたし、テスト中もこちらの独読辞典を使いました。ドイツ語の辞書にはだいたいリューデンとランゲンシャイトっていう2つのブランドがあって、基本的に本屋さんとかに行くと並んでるのはその2つです。ただ語学学校の先生とかが教えてくださるのはこっちで、なんでこっちがいいかっていうと、こちらの方が優しい説明の仕方というか、皆さんが多分ベアインツぐらいまでで勉強した単語で全部説明されているので、こちらの方が分かりやすいっていうのと、デースハー試験にはこっちを持ち込んだ方が、単語の問題とかがあるので、そういう時にこっちの方の訳の方がテストに合っているのかなという感じがしたので、こちらをおすすめします。で、私はこのなんかペラペラな軽い方を買ってしまったんですけれども、長く使うのであればこういうのだと結構ボロボロになってきてしまうので、もうこれとかねこう色やばいんですけど、なんかもうちょっとハードカバーのものを買った方がいいのではないかなというおすすめです。これはベーツバイツェアインツ、ドイツ語極めたい方は必見の辞書ですね。はい、というわけで今日は私のおすすめのドイツ語の辞書を5つご紹介しました。もしこの他にも皆さんのおすすめの辞書などがあれば、ぜひコメント欄にお願いします。とこういう感じでドイツ語の参考書でこういうの知りたいっていうリクエストもぜひお待ちしております。今日の動画がいいな、参考になったなと思ったら、ぜひいいね、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またツイッターやインスタグラム、ブログなどもやっておりますので、そちらもご覧ください。リンクはこちらです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Vielen Dank! Bis nächstes Mal! Tschüss!